東京都は5類移行後初となる新型コロナワクチンの大規模接種会場での接種の様子を公開しました。65歳以上の高齢者と医療従事者、基礎疾患のある人が対象で無料で接種できます。都によりますと、当日受付も含め1日あたりおよそ500人から600人が接種する予定だということです。5類にはなりましたけど、高齢者ですので引き続き感染予防、重症化予防に努めたいと思いますので、今日6回目を打ってまずはちょっとホッとしております。